はい。こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、今回引くのはこちらですね。9月28日23時59分までゲリラ無料ガチャ、最後の反撃、1回無料で引けますよということなんで、まあ引いていきたいかなと思います。まあね、革命ののろしをね、前回引いて、ちょっとすっからかにジェムはなっちゃったんですが、まあこれでもね、ゲリラ無料があるから、ありがたいねという感じですね。はい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 。まあピックアップは、最初に変えてるから大丈夫か。ってことで、まあ他にね、ちょっと引けるものも今はないので、早速ね、ゲリラ無料ガチャ行ってみましょう。いけ!さあどうよ。黄色はわかんないな。確定演出なしの黄色で、金玉3つ。1個ぐらい変わってくんないかなと思うけど、どうでしょうか。一発目は外す。さあ、次も。ダメか。はい、ダメでしたね。そうか。おっと。1時間限定のスペシャルチャンス、特別な条件を満たしたお客様の、条件を満たしたお客様の特別なシークレットパック登場。まあ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 。また、シークレット、ちょっと待って、何これ。なんかすごいのが来てない。ちょっと待って。あー、でもジェムはそんなについてないのか。でも100、100ってさ、4枚抜いてるよね。マジで言ってるこれ。さえ4枚。まあ、ガゼンはね、ちょっと今更感あるけど、ガゼンにしたってだって4枚、4枚分でしょこれ。あーで1万5000か。何これ?ちょっと待って。うーわー、なんかもうシークレットパックで攻めてくるようになったね。はあ、そうですか。ちょっと待って。70、75。そうか。まあ、75にやろうと思えばできますよって感じか。まあ、でも、ガゼン今更あげますかって言われるとちょっと微妙な気もするんだけど、こっちはね、まあ、一突、まあ、でも65にはなってるからね、70になるだけなのか。そうねー。いやいや、でもこれ1万5000がでかいな。1万5000はでかいね。EX メモリーボール。マジか。なるほどね。で、まあ今回のゲリラ無料でね、300ポイントを超えたので、まあ、2個ね、何か交換することができるよという風になっていて、これもまた非常に迷うんだよな。まあもちろんね、新しい、サポカのね、最後の反撃も欲しいし、バローがな、75まで上がっちゃったから逆にさ、ここまで来たらもうちょっとっていうのを思っちゃう部分はあるんだよね。75のゼロピースでしょ今。バローなぁ。貫突まで150ピース、25ピースずつだから、あと6回引かなきゃいけないけど、交換所で交換しようと思えば1体は交換できるわけだから、あと5体なぁ。バローあと5体。バローあと5体ってなったらなぁ。ちょっとなぁ、でもこれとこれも結局、仮になんかバロー狙ってもうちょっと引いてみようってなった時に、どっち引くのってなったら、
迷うよね。まあでもこれはね、あれなんだよな。モチーフ狙いじゃない場合は、かける2の通常枠でどれだけ引けるかみたいになってるから、バロを当てやすいかっていうとそうでもないんだよね。まあ一応ね、特別枠、26% と 69% のところもあるにはあるんだけど、あと5枚、あと5枚引ければ、交換所込みで、バロを貫突できるのか。しかしなぁ。ちょっとね、シークレットパックはね、迷わせてくるけど、ジェムはそんなにないんだよね。それを考えるとまあ、そうね。同じ額で30連追加で引ける 2.5 倍パックで、3回引いてバロを貫突狙うのかとか、そっちの方がね、いいような気もするし、ちょっと迷うよなっていう、とこだね。そうね、ゲリラ無料ね。月末までにあと何回チャンスあるのって言われると、まあでも29、30、2日間で、まあ月光のリミテッドフェイスガチャか、お月見キャンペーンアルティメットフォーカスガチャ、このあたりが、ゲリラ無料来るのかな、来るのかなってとこだよね。で、オータムフェスガチャは引く気ならね、29日までで最終日はないから、まあ最終日だけの別のガチャとか来んのかな、どうなんだろう。こっちはね、最終日まで残ってるから、まあ、いざとなったらっていう話ではあるんだけどね。まあ、メモリアルジェム消化するために、1回目は引いちゃってるけどね。悩ましいね。まあ、あと交換所のね、交換できるやつも、ちょっとこれはあと4日だから急がないとだけど、いろいろね、交換できるけど、とりあえず様子見というかキープになって、キープにしちゃってるものがあって、それらはね、なんで買えないかっていうと、ちょっと今後ね、引けるものによって、ちょっと選ぶ選択肢が変わるかなと思ってる部分もあるんで、まあ、期間限定のね、バローをどこまで突るかとか、放物線のリンちゃん、貫突ね、狙うなら、あと1枚出れば、今交換所込みではね、貫突できるんだけど、そういうのを狙ってね、もしブルーロックの日、ブルーロック PWC の日ガチャとかを引いて、かける2でリンちゃん出るんだったら、交換所別のにね、一つは変えられるよな、とかって思うと、まあ今ね、わざわざ95まで上げて寸止めしとく意味もないかな、とかでね、交換所のやつはちょっとずっと保留してるんだけど、まあ、月末、もう最後の最後になったらね、そろそろ決めなきゃいけないからね。ん？ちょっと待って、これ日付変わった？まだ？ちょっとなんか喋ってる間に日付変わったかと思っちゃった。いや、変わったのか。まだ変わってないか。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。